などで通算37勝を挙げたジェリー・ウォーカー氏が14日にで死去したと17日、日時間18日、母軍が発表した。85歳だった。ウォーカー氏は18歳だった1957年にメジャーデビュー。1959年の球宴に史上最年少の20歳172日で出場し、先発マウンドに上がった。2番目に若い年齢で球宴で先発したのが、1981年のフェルナンド・バレンズエラで20歳281日。今年の球宴でナ・リーグの先発を務めたポール・スキーンズは22歳48日だった。現役引退後、ウォーカー氏はで、マイナーチームの監督、スカウトを務め、ヤクルトで投手コーチも歴任。タイガースで、ゼネラルマネジャーも務めた。